どうもおの晩酌ご視聴いただきましてありがとうございます。タモンズ阿部でございます。いや昨日はねちょっと、まあ、試合は見てたんですけども動画を上げる時間がちょっとなかったもんでねうんまあ、えー、ちょっと日付変わってしまいましたけども、まあ、ちょっと昨日のね試合を振り返ってみたいと思いますよ。えー、7月11日ということで。 オリックス対ニチハム、えー、5対3勝利いたしましたねうん二連勝ですよそしてコンカードの勝ち越し決まりましたよ借金も4になりましたよいやーこれは調子ねついてきたんじゃないですか勢いもついてきてこれ行くんじゃないですかとこれね。 うん、手放しで喜びたいところではありますけどもねああち,ょっとこちょっと子供うるさいねまあまあ、まあ、まあいいですよ昼間ですからね、うん、土曜日の昼間はこんなもんですよ、まあ、しょうがない、まあね、というわけでねうん喜びたいところではあるんですよでもねちょっと試合内容ひどかったね昨日ね。うね、ん、いやーオリックスもひ、ね、どかったよ本当。 ひど、うん、かったけどね、そのひどさをね、日ハムがもう上回ってきたというね、正規、まあの、ね、泥仕合でしたよ、本当ね。うん、いや、勝たせていただいたという感じでしょうかね、本当ね。うんまあ、ま,あま,あまずね、えー、5回、えー、5回無失点ですよ。あ,あ違う違うね、これ、5回1失点ですね。 すいませんねこれちょっと間違ってますわ田島5回1失点ねうんまあさい最初ねもう全然ストライク入らんかったんやからええー、大丈夫かいな思ってたらねまあまあでも5回1失点で抑えましたよねえまあ日ハムがひどかったんでしょうね多分ね渡辺とかも太田とかがもう全然あかんもんねうん栗山監督がもう死んだような顔しとったよねあれだいぶチーム状態悪そうですよあれ うんほんとね、まあ、人の心配しとる場合はないんですけどもまあそしてね、えー、こちら無敗男クモンに負けをつけてやりましたよオリックスがねすごいよねでもデビューしてから一回も負けてない男ですよそんなやつおったやんやねほんまね、うん、でもそのね公文に、ね、オリックスが負けをつけてやりましたよほんとね まあでもぶっちゃけ雲の自滅,でしけ自滅ですよね、あれはね、うん。もう1人だけね、もう守備になった瞬間、あの空間がずれてんのかなっていうぐらいの動きでしたよ、1人だけね。球はもうめちゃくちゃええ球いっとるんですよ、ビュンビュンね。うん、もう左バッターなんかもう絶対打ちづらいそうなね、ええー、球投げとるんですけどね、守備になった瞬間も、うん、ファーストのねベースカーバーも全然入ってけへんし。 ピッチャーももう全然バックホーム投げへんし一、うん、人だけ空間がスローになってましたよほんとね助けていただきましたあれはうんあ、まああれでかかったねあとやっぱロドリゲスねいやーええー、のも取ってきたねええー、逆転サヨナラスリーランに続いて いや、昨日もええところでね、いや、追加点取ってもろて、ほんま、ロドリゲス、ありがとうございます、ほんとね。うん、よくぞね、日本に来てくれましたよ、ほんと。7000万安いよ。もうちょっと上げていいんじゃないほんとに。うん、いやー、7000万で単年契約でしょ。もう早いこと、もう来年のね、もう手続きもやっちゃった方がいいよ、逃げられんうちに、もう,もうガチガチにね。 うん、まあ、もうね、ロドリゲス、もうね、ぜひもう、ずっとにオリックスに追ってほしいですよ、ほんまね。うん。そしてね、うん、これ最後ですもう最後。最後は結局、ディクソンやったね。うん。最後、ディクソン出さなあかんかね。俺、前も言ったけどね、もう、無理やりディクソン出してるやん、もう最後。ワンアウトだけ取りに来たで、ディクソンがね。 うんまあ、西ブつけに来たんやねあれね西ブつけさせたいんかね西村監督は、うん、俺は休ませたいけどね、うん、まあでもね、うんまあ、西ブついたからいいのか澤、うん、田がね本当もう用はないねちょっとうんちょっと一回これはあれかもね調整し直しなのかもね澤、うん、田がね 清宮に打たれて、清宮はなんかよう打つね。京セラでほんまオリックス好きなんかね。うん、清宮全然歌って聞いとったけどね。オリックス見た瞬間打つんやから。ほんまそういう選手多いよね。オリックス見た瞬間打ち出す。選手、うん、鈴木誠也とかね。うん、中田翔とかね。ほんにね。うん まああとねちょっともう広沢がちょっとねもうよう分からんまた何でもないショ,ショートゴロをミスしてましたけどもねうんまあ広沢や,やりよったなこれはと思ってね見よったらね日ハムがよう分からん走塁しだしてね助けてもろてましたけども、うん、何やったんかねあれね、うん、13塁でね、うん、1塁ランナー飛び出してうん。 あれでも三塁ランナーが突っ込むよね普通はねでも突っ込まへんやろ何やったんかなっていう感じだったけどもねうんいや日ハムさんさまざまで勝たせていただいてるというねこのもうそれをちゃんと、うん、分かった上でね、うん、喜んでねそして今年今日の試合にね挑めたらなと思っております。 というわけで、折の晩酌でした。さようなら。チャンネル登録お願いします。